元日本代表がなぜかカタールを称賛。試合後、日本の選手たちが会場に駆けつけた日本人サポーターの元で挨拶すると、その後、開催国カタールのサポーターからも拍手が送られた。日本代表 OB 栗原氏派、A 代表ほどのアウェー感派感じなかったとしつつ、対戦国からの拍手に関して派、スポーツとはこうあるべきだという光景。だんだんと世界中で清々しい行動が浸透していると感心していた。健闘を称えることができるカタール人よかった。怒りで発煙筒投げたりしそうなイメージだったから、かっこ失礼。カタールの観客たちが健闘を称えてくれたのは嬉しかったよね。単純だけど、どこかの国とカタール当たった時はカタール応援しようと思ったよ。スポーツ観戦なんだからそういう一幕見れるだけでいいんだよね。健闘を称える拍手をされたらやっぱり嬉しいよね。カタールなら安心して行って好意にもなるし。アジアカップレー賞賛杯アンケテレアサー。